はい、ゆるゆる日和です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回も何点か売れましたので、そちらの梱包動画です。最後までご視聴いただけると嬉しいです。ではスタート。はい、こちらはこの箱でいきます。はい、こちらの USA コット裏起毛のやつですね。グレイルの裏起毛のトレーナーが売れました。一応こうね、ゴミとかつかないようには頑張って注意してるんですけど、どうしてもついちゃってたりもするので、その辺はちょっとなんかついてるなぁと思っても許してください。一応検品はしてます。細かくは見てるんですけど、なんせ素人なのでやっぱり見落としはありますよね。なのでその辺は許してねと思います。まあでも嬉しいですよね。こう誰か前にも言ったんですけど、誰かの元に、誰かの何かな、お役に立ってくれる人の元へ旅立ってくれるっていうのもいいなと思うんですけど、この今引っ越し中なので、ちょっとでもお荷物が少なくなってくれるのが嬉しいですよね。いやー、引っ越しにつきっていう動画を見てくれたらわかると思うんですけど、これはすごい、これはすごいって皆さんも思ってると思うんですけど、まあなんせすごいんです、なんせすごいんですよ。なんてすごいんです。なんてすごい量なんだって思う。私が思うんだから、まあ、この動画を見てくださる人は、もっと思うんだろうな、とか思いながら、思いますね。この、はい、次がこのアズのフリーですね。フリーのコート。フリーのコートが売れました。キルティングコートで、まあロングなので使いやすいかなとは思います。まあロングはあれですよね。腰周りもカバーしてくれるので、暖かく着ていただけるんじゃないかなと。そしてここ、深いスリットもあるので、ベンチコートよりはこのボワボワ感はないような気がしますけど、薄手で着やすいのは間違いないんじゃないかなと思います。あれですね、大物とかは畳むのが難しいですよね。どうやって畳めば綺麗に畳めるかなみたいな、難しい、すごく難しいところですよね。綺麗に梱包できたらすごい嬉しいんですけど、綺麗に梱包できなかった時のこの、どうやったら綺麗に梱包できるみたいな、こう悔しさというか、なんというかですよね。なんとかこちらのフリーザーバッグに畳んで入れることができました。はい。はい、次は GU のビスチェですね。なぜか同じものを2つ買っちゃって、おっとびっくり、2つも買ってるみたいな。
ことになったので、一つ綺麗な方はこう出品することにしたんですけどね。前はなんかこうあれですよね、オンラインショップで同じのを2つ買うなんてことはなかったんですけど、最近なんか2つ買ったりすることも、ただというか、あの購入前に気づくことが多いのであれですけど、買うこともあって、あれ私どうしてるみたいなね。こちらはあれですね、あれですね、うん、なんですかね、言葉が出てこない、カーディガンですね。最初は可愛いなと思ってた、やっぱり似合わないかなと思って、こう出品することにしました。次、はい、こちらのサロペットですね。いやー、すごい変わった、このデザインが可愛いなと思って購入したんですけど、いやー、やっぱり私には着こなせない、着ようかなと思ったんですけど、絶対無理だなと思って、いやー、こういうね、衝動買いというか絶対無理そうだなって買うのをやめたらいいんですけどね。ついついなんかいけそうかなって、私に着こなせるかなって思ってしまうのは買っちゃうんですよね。そういうところが無駄遣いだっていう人もいると思うんですけど、お金の使い方は人それぞれなので、まあお許しを、まあ私は我が道を行くタイプなので、とりあえず、うん、我が道を行っちゃいますね。はい、あとは靴が入れました。靴はこのまま、なんかの袋に入れて送りたいと思います。はい、こちらズボンですね。腰周りのゆったりしたゆったりズボン、結構あのゆったりな感じなので、サイズが LL の方じゃなくても入るみたいな、すごくゆったりしたズボンですね。そしてこちら、色の組み合わせがいろいろあるものですね。こういう色の組み合わせとか好きな人は楽しめる感じのものですね。可愛いですよね。はい、こんな感じで引っ越しにつき不要品がいっぱい出てきたので出品したらこんな感じで売れました。そして空10、11の
売上金もこの辺に書いておきます。では最後までご視聴いただきありがとうございました。購入してくださった方、こちらを応援してくださっている方々、本当にありがとうございます。では、次の動画でお会いしましょう。またね。